ですね、まあ、決まる前まで、まあ、ちょっと諦めかけてたんですけど、まあ、決まって、まあ、すごいびっくりして驚きました。でもなんかタイムが切れてなかったんで、まあ、ちょっと外されるかなってやっぱ思ってましたね。そうですね、まあ、初めての日本選手権で2冠したっていうのは、うん、嬉しいことですし、やっぱり結構大きなことを得たなって思います。400、2月の400で、まあ、優勝して、まあ、そこから、まあ、いけるんじゃないかって思い始めて、まあ、持久力の練習とかもやりましたし、まあ、200もやるのでスピードの練習もして、まあ、やっぱ400が結構狙いやすかったので結構持久力の方が練習しました。まあ、リレーで選ばれて、まず、まあ、迷惑かけないようにすることなので、中間がスピードが持続できてなかったなっていう反省点があったので、まあ、前半と後半は結構いいので、まあ、中間をしっかりよくできるようにしたいです。思ってたよりも皆さんすごい優しい方で、結構和みやすかったです。なんかもう考えてることが常に高い位置で、まあ、もうなんか話しかけられないかなって感じで思ってたので、でも年上の方々から声をかけてくださったりしてたので、緊張もほぐれました。まあ、世界で戦っている選手方々がいるので、やっぱりそこを見習って、まあ、そこで経験しているので、そこに、学習できていけたらいいなと思っています。まあ、世界ではちょっと厳しいところなんですけど、まあ、自分が中型の中距離でしっかり引っ張っていけるような選手になりたいです。競ったら負けないということが自分の持ち味なので、ここぞという時に精一杯頑張っていくので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。